ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はおかしくなって干された芸能人27選についてゆっくり解説するぜ。ゆっくりしていってね。まずはじめに剛力彩芽さんについて紹介するぜ。剛力彩芽さんは1992年8月27日生まれの女優でモデルもやってるんだぜ。どんな人なの？身長は162センチメートルで血液型は O 型。神奈川県横浜市保土ヶ谷区出身なんだ。2002年に全日本国民的美少女コンテストに参加したんだけど、二次選考で落選しちゃってな。美少女コンテストに出てたんだ。残念だったね。でも、そのコンテストの会場でスタッフにスカウトされたんだぜ。ラッキーだったな。スカウトか。運命の出会いだったのかも。で、デビューしたの？うん。2007年にチョコ耳っていうテレビ東京のドラマで女優デビューしたんだ。でも、本格的に注目集めたのは2008年から2013年まで雑誌セブンティーンの専属モデルを務めてからだな。専属モデルってすごいね。きっと可愛いんだろうな。2011年に出演したフジテレビの月9ドラマ大切なことはすべて君が教えてくれたがターニングポイントになったみたいだぜ。この頃からロングヘアをショートカットにしてイメージチェンジしたらしい。ショートカットか。今っぽくて可愛いんだろうね。女優業の他にも CM にたくさん出演してるんだ。ミスタードーナツとか積水ハウス、ランチパックにも出てたぜ。いろんな CM に引っ張りだこなんだね。大人気なんだろうな。2011年には日経トレンディが選ぶ今年の顔にも選ばれたんだぜ。剛力彩芽は映画にもドラマにも引っ張りだこだったんだぜ。ガッチャマンとか LDK とか、結構有名な作品に出演してるんだ。へえ、すごいねー。どんなドラマに出てたの？大切なことはすべて君が教えてくれたとか私が恋愛できない理由、あと黒コーチにも出てたな。TBS やテレ朝のドラマにも出演してるぜ。いろんな曲のドラマに出てるんだね。大人気だったんだねー。2012年からはフジテレビのバラエティ番組奇跡体験アンビリバボーの司会もやってたんだ。4代目 MC だったんだぜ。司会もやってたの？本当に何でもこなせる人なんだね。2013年には歌手デビューもしてるんだ。友達より大事な人ってシングルを出したんだぜ。歌手にもなったんだ。才能の塊だねー。でもな、霊夢。実は剛力彩芽のこの活躍ぶり、所属事務所のゴリ押しだったって噂なんだぜ。え、ゴリ押し？どういうこと？剛力彩芽が所属してるオスカープロモーションには、上戸彩とか米倉涼子みたいなトップ女優がいるんだ。で、事務所は剛力彩芽を第2の上戸彩や米倉涼子にしたくて、とにかくメディアにたくさん出演させてたらしいんだぜ。なるほど。事務所の戦略だったんだね。でも最近見なくなったよね。そうなんだ。最近は消えたとも言われてるんだぜ。一体どうしちゃったんだろう。どうやら彼女自身の実力不足が原因だったみたいだぜ。え、実力不足？でも人気だったんでしょ？いや、実は低視聴率ドラマメーカーなんて呼ばれるくらい、彼女が出演するドラマは視聴率が取れなかったらしいんだ。うわぁ、じゃあ事務所も見限っちゃったの？そうみたいだな。2015年9月には剛力彩芽の女優業を一旦ストップさせたんだと。でも2017年には復帰してるんだぜ。復帰したのに、なんで消えたって言われてるの？実はゴリ押しが顕著だった2012から2013年頃に比べて、最近は出演数が減ってるんだ。事務所も彼女を押すのをやめたんだろうな。そっか。じゃあ結局、事務所の思惑通りにはいかなかったってことなのかな。そういうことだな。一時期は彼女と武井絵美を使ってドラマや CM の仕事を取りまくってたらしいぜ。キャラが安くてもいいから使ってくれって感じで。キャラ安くして仕事もらうなんて、やっぱりゴリ押しだったんだね。そうやって CM にたくさん出れば、ドラマの主演やヒロイン役も取りやすくなるからな。でも肝心のドラマの視聴率が低けりゃ、CM スポンサーも引いていくぜ。なるほど。人気があるように見えても、実力がないとダメなんだね。そういうことだ。真の実力と人気が伴わないから、結局この有様ってわけだ。芸能界は甘くないな。怖い世界だね。でも実力をつけて、真の人気者になる人もいるんでしょ？もちろんいるぜ。でもそれには相当の努力と才能が必要だな。甘えちゃいけない世界なんだ、芸能界は。実力不足で消えかけてた剛力彩芽だけど、前澤友作社長との熱愛報道でさらに状況が悪くなったみたいだぜ。え、恋愛で仕事に影響が出るの？芸能人にとって、熱愛報道はリスクにもなるんだ。特に剛力彩芽の場合は、前澤社長との交際で色がついちゃったらしいな。色がついた？どういうこと？要は、剛力彩芽を見ると前澤社長を連想しちゃうってことだ。だからテレビ局も使いづらくなったんだとよ。ふーん。じゃあ CM とかにも影響が出たの？そうだな。広告代理店の人曰く、どこの企業も剛力彩芽を使えなくなったらしい。CM タレントとして一番使いたくないパターンになっちまったんだと。そんなに影響力あるんだ。怖いね、熱愛報道。
実際、2016年と2017年は剛力彩芽の CM 出演がほとんどなくなったからな。じゃあ、これから先どうなっちゃうの？最近の剛力彩芽の動向を調べてみたぜ。以前ほどの勢いはないけど、まだドラマや CM に出演してるみたいだな。ふーん。でも、以前みたいにゴリ押しはされてないんでしょ？そうだな。でも奇跡体験アンビリバボーのレギュラー MC は2024年3月まで続けてたし、イベントにも出てるみたいだぜ。女優業だけじゃなくて、歌手やモデルとしても活動してるらしい。へえ、いろんなことやってるんだね。前は容姿でバッシング受けてたらしいたけど、最近はどう？実は最近、可愛くなったって声も多いんだとよ。大御所からも絶賛されてるらしいぜ。ほんと？誰に褒められてるの？ビートたけしは目が綺麗で印象に残る女優って言ってたし、明石家さんまは剛力ちゃんはええよ、って熱く語ってたらしいな。ルックスもダンスも性格も好みだって。すごい。演技力も評価されてるみたいだぜ。演技も上手いの？ああ。2018年から2019年に出演した舞台ナンバーナイン不滅の旋律では、演技に感動したって声が多かったらしい。脚本と演出の三谷幸喜も絶賛してたっていうしな。わあ、すごいね。努力が報われてよかったね。そうだな。ゴリ押しのイメージが強かった剛力彩芽だけど、最近はちゃんと実力もついてきてるってことだ。そういえば剛力彩芽、2020年8月にオスカープロモーション辞めたんだよな。え、そうなの？どうして辞めちゃったの？仕事が減って、給料体系が変わったせいで収入が3分の1以下になっちまったからだとよ。ある意味リストラみたいなもんだぜ。リストラ？でも事務所は円満退社だって言ってたんでしょ？まあ表向きはそういうことになってるけどな。でも剛力彩芽本人は、オスカーを離れるのは寂しかったみたいだぜ。会長にはいつでも相談しに来いって言われてるらしいし。ふーん。じゃあ、全然関係が悪いわけじゃないんだ。怒ったね。そうだな。で、気になるのが前澤友作との関係だ。2019年に破局したはずなのに、2020年2月頃に復縁したらしいぜ。前澤の力も借りながら、剛力彩芽は個人事務所ショートカットを設立したんだとよ。個人事務所？じゃあ、社長は剛力彩芽さん自身なの？そういうことだな。独立後は女優業をメインに、活動の幅を広げていきたいって語ってるぜ。ふーん。いろいろ大変だったけど、新しいスタートが切れたんだね。ああ。剛力彩芽はまだ若いからな。これからも新しい魅力を発見できるかもしれねえぜ。うん、これからの活躍も楽しみだね。私も応援してるよ、剛力彩芽さん。おう、俺もだぜ。頑張れ、剛力彩芽。新しい道を切り開いていけ。ねえマリサ、向井治さんって知ってる？ああ、あのイケメン俳優の向井治か。めちゃくちゃ有名だぜ。でも、なんか変な噂があるみたいなんだけど。ああ、共演者キラーとか在日疑惑とかの噂だろ？でもほとんどガセネタだと思うぜ。そうなの？でも本当かもしれないじゃん。いや、よく考えてみろよ。イケメン俳優なんだから、共演者と噂になるのは当たり前だぜ。ねえねえマリサ、向井治さんって在日の噂は本当なのかな？いや、あれはガセネタだと思うぜ。裏付けもないのに、アンチが適当に流してるだけだろ。そっか、でも、芸能界やスポーツ界には在日の人が多いんでしょ？まあ、確かに多いけどな。でも中には公表しない人もいるんだ。アンチに叩かれるのを恐れてな。なるほどね。じゃあ向井治さんの噂も、そういうアンチの仕業ってことかもしれないんだ。そういうことだぜ。向井治はイケメン俳優だからな。妬まれるのは仕方ないんだ。あ、そういえば向井治さんって子供がいるんだよね。奥さんは国中涼子さんだっけ？そうだぜ。2024年の時点で二人の子供がいるらしいな。2015年に一人目が生まれて、2018年に二人目が生まれたんだとよ。へえ、二人とも美男美女に違いないね。男の子だったら、きっと高身長なんだろうな。ああ、間違いないだろうな。向井治と国中涼子の子供だもんな。羨ましい限りだぜ。ねえマリサ、向井治さんの子供って名前は公表されてるの？いや、名前は公表されてないみたいだぜ。2015年生まれの一人目は、今は小学生くらいだろうけどな。ふーん、どこの小学校に通ってるんだろう？気になるなぁ。さあな、それまではわからないみたいだぜ。で、2018年に二人目が生まれたらしいが、性別も公表されてないんだとよ。じゃあ男の子か女の子かもわからないの？いや、国中涼子が2019年にテレビで息子たちって言ってたらしいから、二人目も男の子の可能性が高いんだぜ。二人とも男の子なんだ。きっとめちゃくちゃイケメンなんだろうな。ねえマリサ、他の芸能人夫婦は子供の写真を SNS に投稿したりするのに、向井治さんと国中涼子さんは全然しないよね。どうしてなんだろう？それはな、子供のプライバシーを守るためだと思うぜ。芸能人の子供って、学校でいじめられたりするリスクがあるからな。ああ、なるほど。
だから徹底的に隠してるんだ。国中陽子さんも第二子の時にそっとしてほしいって言ってたもんね。そうだな。第一子の時に何かあったのかもしれないぜ。とにかく、静かに子育てしたいんだろう。じゃあ、子供を子役として芸能界に入れたりはしないのかな？そうだろうな。子供が大きくなって自分で決めるならともかく、向井治と国中陽子が自ら子供を芸能界に入れることはないんじゃないか？そういえば向井治さんって性格悪いって噂あるよね。暴言とかのエピソードがあるらしいよ。ああ、それな。向井治は自己中心的で俺様気質らしいからな。素の部分がテレビでも垣間見えることがあるみたいだぜ。ええ、そうなの？でも表向きは好青年のイメージだよね。ギャップがありすぎるよ。向井治さんの暴言エピソードって具体的にどんなのがあるの？ああ、いくつかあるみたいだぜ。例えば、女芸人のニッチェの二人にお前ら本当にブサイクだな。ブスは早く帰れよって連呼したらしいな。ええ、ひどすぎる。酔ってたからって、そんなこと言っちゃダメだよね。そうだな。他にも、アイドルの桃地にうるせえって一言浴びせたこともあるらしいぜ。桃地のキャラを理解してないみたいだな。桃地はいつも賑やかだったけど、それはキャラだもんね。向井治さん、笑いにならない感じで言ったんでしょ？やっぱり俺様気質なのかも。ああ、その通りだぜ。松下奈緒にこの女には負けたくないって暴言吐いたこともあるみたいだしな。この女呼ばわりとか、最悪だぜ。ひどいね。負けたくないのはわかるけど、言い方ってものがあるよね。そうだな。あとは、追突事故を起こした時に自己中発言したって噂もあるぜ。追突事故？それって向井治さんが悪いんでしょ？なのに自己中発言って。まあ、あくまで噂だけどな。イケメン俳優のイメージとのギャップがすごいぜ。でも、こういうエピソードが多いってことは、やっぱり向井治の素の性格が垣間見えてるんだろうな。ねえマリサ、向井治さんの追突事故ってどんな感じだったの？ああ、信号で停車していた車に激突したんだ。相手の車には男女二人が乗ってて、首の痛みを訴えてたらしいぜ。向井治は信号が青になったから前の車が動くと思ったら止まってたとか言い訳してたみたいだけどな。ええ、それって完全に向井治さんが悪いじゃん、って、謝罪とかしたの？自己中心的だって批判されても仕方ないよな。まあ、事故後すぐにブログで謝罪文は載せてたみたいだけど、内容が自分のことばっかりで被害者への言葉がなかったんだとよ。うわぁ、最悪だね。そういえば、鶴瓶さんに悪態ついたってエピソードもあったよね？ああ、それもひどかったぜ。A スタジオで鶴瓶さんに俳優じゃなかったらまだバーテンダーやってた？って聞かれたんだが、向井治は質問に答えずにこうだったらなんて中途半端な覚悟ではやってないとか言っちまったんだ。ええ、鶴瓶さんの質問に全然答えてないじゃん。視聴者から失礼だって言われてたんでしょ？そうだな。向井治さんの性格が悪いって言われてるのって、インタビューの態度にも原因があるらしいな。何を聞かれても相槌や適当な返事ばっかりで、最悪の時ははい、終わりとか言って勝手にインタビュー打ち切るらしいぜ。ええ、そんなことしちゃダメだよね。でも、これって噂だよね。本当かどうかわからないよ。まあ、噂の中にはある程度事実も含まれてるかもしれないけどな。とにかく、向井治の態度の悪さが目立つみたいだぜ。そういえば、向井治さんってテレビで見なくなったよね。確か2015年から2016年くらいからかしら？ああ。でも、その間も信長コンセルトとかトト姉ちゃんとか、結構作品には出てたみたいだぜ。そうなんだ。じゃあ、なんで干されたとか言われてたの？不思議だね。いや、それは主演作品がなくなったからじゃないか？今までは向井治といえば主演ってイメージだったけど、その頃は脇役に回ってたからな。ああ、なるほど。でも脇役でも重要な役で、良い演技してたんでしょ？そうだな。木村拓哉みたいにずっと主演張れる俳優はそうそういないからな。賢明な判断だと思うぜ。向井治はその時期、脇役にシフトチェンジしたんだろう。ねえねえマリサ、向井治さんが出演したドラマ着飾る恋には理由があってで面白いことがあったんだって？ああ、それな。横浜流星目当てで見始めた若い女性たちが、向井治のことを知らなかったんだとよ。かなり注目集めてたみたいだぜ。ええ、若い子たちは向井治さんのこと知らないの？でも、イケメンはいくつになってもイケメンだよね。その通りだぜ。向井治はアラフォーになっても、大人の色気があるからな。若い女性たちもキュンキュンしたんじゃないか？そうかもね。でも、向井治さんってモラハラとかで干されたって言われてたよね。大丈夫なのかな？まあ、確かにそういう噂はあったな。でも、俳優としての居場所を変えたのは事実だと思うぜ。そっか。でも今は結婚して、イクメンにもなったんでしょ？ああ、虹のパパだからな。奥さんの国中陽子は年上だから、きっとビシバシ指導されてるんだろう。
向井治も大人になったってことだぜ。なるほどね。国中陽子さんに鍛えられて、これからもいろんな場所で活躍してほしいな。そうだな。イケメン俳優としてまだまだ見せ場は多いはずだ。これからの向井治から目が離せないぜ。次に紹介するのは、かつて俳優として活躍していた山本雄介さんだぜ。イケメンで大作にも出ていたし、将来性のある俳優さんだったわよね。ところが山本さんは、あまり評判の良い俳優ではなかったんだそうだ。当時所属していた事務所は山本雄介が弊社の考える基準に至らなかったため、契約内容に違反したと考えて契約終了したと発表したんだ。なんか法的に問題になるようなことをしたわけじゃないのよね。山本さんは飲酒時の女性とのトラブルが多かったんだそうだ。さらに事務所に無断でバーを経営するなどもしていたみたいだな。バーを経営することが、そんなに悪いことなのかしら？彼はいわゆるギャラ飲みということをしていたんだぜ。山本さんが店に出ると多くの来客が見込めるため、店側からキャッシュバックがあったりするんだ。確かに法的には問題ないのかもしれないけど、なんだかグレーな感じがするわね。次に紹介するのは、タレントとして活躍するヒロミさんだぜ。ヒロミさん、今はだいぶ復活してるけど、一時期は全くテレビに出なかったものね。その理由というのが、芸能界でも大御所の坂井正明さんをけなしてしまったからというものなんだぜ。ヒロミさんと坂井さんといえば、長年発掘あるある大辞典でコンビを組んでいたわよね。まさにその番組の飲み会で、ヒロミさんが坂井さん、最近ちょっと面白くないんですよねとこぼしたんだそうだ。それが坂井さんの耳に入り、激怒に触れてしまったみたいだな。親しき仲にも礼儀あり、よね。また若い頃のヒロミさんは、スタッフにきつく当たることが多かったみたいだな。だから現場スタッフに嫌われていたんだそうだ。そうして次第に仕事に呼ばれなくなったのね。でも当時のスタッフが昇進したりで現場を離れ始めて、最近はまたテレビに呼ばれるようになったってわけね。裏方さんとの関係って、タレントにとって大事だってことだな。そうね。でも、ヒロミさんも反省して、今は良い関係を築けているみたいだし、何よりだわ。次に紹介するのは、フリーアナウンサーとして活動していた小林麻耶さんだぜ。そういえば最近見ないけど、一体どうしたのかしら？小林さんが消えた理由としては、精神的に不安定な様子が多く見られたことや、夫の存在が原因と言われているぞ。小林さんって結婚していたの？2018年に二人は結婚したんだが、その夫というのが宇宙ヨガインストラクターという肩書きを持っているんだぜ。こういったスピリチュアルなものに拒否反応を示す人は多いからね。もう一つの理由の精神的に不安定な様子が見られたっていうのは、これは妹の小林真央さんが亡くなる前後からよく見られたみたいだな。しかし元々の原因は、マスコミによる真央さんの周りへの過剰な取材のせいだそうなんだ。当時はかわいそうなくらいマスコミに追いかけられていたものね。小林さんが真央さんの子供たちを守ろうと奮起するも、逆にそれをいい母親ぶりと叩かれたり、心が休まる時間がなかったみたいだな。小林さんには、ゆっくり休養する時間が必要ってことね。続いては女優の水野美紀さんを紹介するぜ。水野さんって女優としての経歴も長くて、なんかやらかした印象はないんだけど。踊る大捜査線シリーズでブレイクした水野さんだけど、実は30歳を過ぎた頃から一時的に芸能界から干されていたんだ。そうなんだ。確かにその頃の出演作が極端に少ないよね。その理由というのが、当時水野さんが所属していたバーニングプロダクションから独立したことなんだぜ。事務所と揉めてしまったのかしら？事務所というよりも、社長の須尾郁夫との確執があったみたいだな。須尾は芸能界のドンとも呼ばれていて、その人物と確執から仕事がなくなってしまったんだそうだ。どうしてそんな事態に？もともと水野さんはアクションもできる女優を目指していたが、事務所の方針は外見重視の女優だったんだぜ。水野さんはやりたいことができない状態だったんだ。なるほど。水野さんはやりたいことができない状態だったのね。そうして両者に深い溝ができてしまったわけね。でも水野さんも最近はまた芸能界に復帰しているだろ？そういえばそうね。演技だけじゃなくバラエティでも活躍しているのをよく目にするわ。この背景には、水野さんが須尾に謝罪したことがあるみたいだな。何も悪いことをしていないのに謝らないと仕事が来ないっていうのもおかしい気もするけどな。でも、また水野さんが仕事に邁進できているならよかったわ。水野さんの活躍、これからも楽しみにしているわ。次に紹介するのは、かつてモーニング娘。として活躍していた矢口真里さんだぜ。彼女の場合は言わずもがなよね。何せ、夫婦の愛の巣に不倫相手がいるところを、夫である中村雅也さんに目撃されてしまったからね。不倫をした矢口さんが悪いのはわかるんだけど、でもこの報道、誰が情報を流したのかっていう不審なところもあるのよな。
一説には、中村さんによる矢口さんへの DV をごまかすため、中村さんがわざと情報を流したという噂もあるんだそうだ。矢口さんたちと同じマンションに住んでいた人からは、こんな話も出ているぜ。どんな話？ある日その人が廊下を歩いていると、やめて、お願いだからやめて、まさや、なんていう矢口さんの大きな声が聞こえてきたそうだ。え、それって DV の可能性もあるってこと？なんだか深刻な問題みたいね。矢口さんたちの報道に関しては、異常なほどの過熱具合だったのもおかしな印象だったな。芸能界にいると、こんな夫婦の問題も大きな問題に発展してしまうのね。プライベートなことまで晒されるなんて、大変だわ。続いて紹介するのは、シンガーソングライターとしてカルト的人気を誇っていた鬼塚千尋さんだぜ。独特の世界観のある人よね。日本レコード大賞なども受賞した鬼塚さんだけど、実はお騒がせな人でもあるみたいね。確か恋人から DV 被害に遭っていたり、いきなり容姿が激変したりしたんだよな。恋人からの DV 被害については2010年頃のことなんだそうだ。当時交際していた男性から暴行を受け、顔面を骨折するという全治1ヶ月の怪我を負ったんだ。そんな男と付き合うのもどうかと思うけど、女性の顔を傷つけるなんて許せないわね。容姿が激変したことについては、鬼塚さんと事務所の板挟みが原因みたいだけど、どういうこと？実は派手な服が好きだったという鬼塚さんだが、デビュー当時の事務所は彼女を清楚系で売り出したいと考えていたんだそうだ。確かにデビューしたての頃の鬼塚さんは、綺麗なお姉さんって感じよね。自分の意思と周囲のイメージのギャップからか、鬼塚さんはパニック障害を起こすようになるんだ。ライブ中に観客が悪魔に見えたこともあるんだそうだぜ。そういえば鬼塚さんは、救急車のボディを蹴ってへこませたなんて事件も起こしていたわね。そういうお騒がせなところも、もしかしたらパニック障害のせいだったのかもしれないな。そうかもしれないわね。でも、そんな苦しみを乗り越えて、素敵な音楽を作り続けてくれているのは本当にすごいと思うわ。次に紹介するのは、大人気モデル&女優だったカリナさんだぜ。彼女は今でも人気が高いわよね。でも週刊誌にヤバい写真が載ってしまったのよね。ここでは写真を全てを載せることはできないが、カリナさんが大股を開いて男性と寝ているところみたいだな。カリナさんは当時人気モデルで売り出し中の女優だったし、なかなかの衝撃具合だったわね。一緒に寝ていた男性は一応当時の彼氏のようだが、この一件を境にカリナさんの仕事は激減してしまうんだ。カリナさんも、こんな記事が出てショックだったでしょうね。でもこの一件以外にスキャンダルのあるような人ではないし、芸能界に戻ってきたらまたすぐに人気も出そうだぜ。そうね。カリナさんの魅力は変わらないもの。きっとまたファンのみんなが待っていると思うわ。次に紹介するのは、極楽とんぼの山本圭一さんだぜ。相方の加藤浩二さんは相変わらずの活躍っぷりだけど、山本さんの方は復帰のめどが立たないわね。山本さんは2006年に、未成年の女性に酒を飲ませて乱暴した疑いで事情聴取を受けたんだ。それをきっかけに所属事務所である吉本興業は、山本さんとの専属契約を解除したわけなのね。実は、山本さんには余罪があるって聞いたことがあるんだけど、霊夢の言う通り、山本さんは女性とのトラブルが絶えなかったみたいだ。後輩芸人に女性を献上させることなんか日常茶飯事だったって。その度に吉本興業はトラブルをもみ消してきたんだよな。当時は山本さんも売れっ子だったからな。ところが吉本興業で当時役員だった大崎博氏は、それを面白く思っていなかったんでしょ？そうなんだ。山本さんは後輩芸人に兄貴風を吹かせて、会社に意見してくることも多く、大崎氏に煙たがられていたんだそうだ。だから事件の際、こぞって山本さんを切り捨てたのね。どちらにしても、山本さんの女癖が治らない限り、芸能界復帰は難しいだろうな。本当にそうね。でも、反省して更生する機会は誰にでもあると思うわ。山本さんにも、そのチャンスが巡ってくるといいのだけど。次に紹介するのは、俳優として人気急上昇中だった伊藤健太郎さんだぜ。まさにこれから人気が確立されるって頃の俳優さんだったのに、車で問題を起こしてしまったのよね。日本テレビ系列の今日から俺は、定置役有名になった伊藤さんだったが、2020年に大変な事故を起こしてしまったんだぜ。当時は出演していた映画トンカツ DJ あげ太郎や十二人エギヌを着た悪魔の公開直前だったのよね。伊藤さんは自身が所有する高級車を運転中、バイクと衝突事故を起こしたんだそうだ。その事故で男女二人を負傷させてしまったわけだが、伊藤さんはそのまま現場から数百メートルほど逃走してしまったんだ。事故を起こしてしまうことは誰にでも可能性のあることだけど、逃げるのはやっちゃダメなことだぜ。俳優としての人気や実力は申し分のない人だから、しっかり反省してほしいものね。続いて紹介するのは、かつて TOKIO のメンバーとして活躍していた山口達也さんだぜ。
山口さんの件は驚いたわ。山口さんは TOKIO のメンバーとしての人気はもちろん、ザ・鉄腕ダッシュでの頼れる兄貴像が評判だったわよね。しかし意外にも過去に何件か問題を起こしている人でもあるみたいだな。大きなニュースになったのは強制わいせつだけど、他にもあったのかしら？まず2011年に、警察官に提示した免許証が更新切れとなっていたことで、道路交通法違反で書類送検されたぞ。しっかり手続きしていれば問題にならなかったのにな。続いて私が言っていた2018年の女子高生に対する強制わいせつだわね。この件で山口さんは TOKIO から脱退、事務所も退所という状況になってしまったのよね。他にもあるのかしら？あとは2020年に酒気帯び運転で現行犯逮捕されたんだそうだ。2018年の強制わいせつの際も、元をたどればお酒が原因の事件だったみたいね。山口さんはアルコール依存症だったんだぜ。そのため芸能界引退状態の現在は、会社を設立し依存症に関する講演会をしているんだそうだ。自分も苦しめられた依存症にしっかり向き合って、克服しようと頑張っているみたいね。また山口さんの頼れる姿をテレビで見られると嬉しいな。本当ね。早く復帰できることを祈ってるわ。次に紹介するのはお笑いコンビハンニャのカナダサトシさんだぜ。カナダさんもバラエティ番組によく出てたけど、最近はお笑いというより俳優さんよりね。近年は映画燃えよ剣やヘルドッグスなんかに出演しているんだぞ。どうしてお笑いの仕事が減ってしまったのかしら？カナダさんの場合、とにかく遅刻癖がひどかったみたいだな。自身のレギュラー番組だけでなく、舞台なども遅刻連発だったんだぜ。周りに迷惑かけまくりだったわけね。そのせいで関西のある劇場では出禁を言い渡されていたんだそうだ。当時は相当忙しかったでしょうから、疲れで起きれなかったのかしらね。忙しかったのは確かなんだが、それでも大好きなお酒をやめることができなかったのが一番の原因みたいだな。それは自業自得ね。そういえばバラエティ番組に出ても、あまり魅力のある方ではなかったしな。遅かれ早かれ今の状況になっていたかもしれないわね。次に紹介するのは、バラエティタレントとして活躍していた脇坂絵里子さんだぜ。確か詐欺か何かで捕まったんだったかしら？具体的には、暴力団組長による診療報酬不正受給に絡んでいたんだそうだ。2012から2014年に自身が経営していた美容クリニックで、患者を何度も診察したようにカルテを偽装していたんだぜ。脇坂さんって、女医さんなのにその派手な見た目とホスト遊びを公言したりっていう破天荒さが受けていたのよね。その派手な外見というのも、美容クリニックの院長だっただけあって、かなりの努力で作られていたみたいだな。これは逮捕された時の画像かしら？すっぴんはだいぶ素朴な感じなのね。いい感じの言い方をするとそうなるな。続いて紹介するのはお笑いタレントの江頭2時50分だぜ。江頭さんは破天荒なところが売りなんじゃないの？しかしそれが許されたのは日本の中だけの話なんだぜ。今回取り上げるのはトルコで行われたオイルレスリング交流試合での出来事だ。オイルレスリングって何なの？別名トルコ相撲と呼ばれるトルコの国技みたいだな。二人の選手が体にオリーブオイルを塗って対戦する格闘競技なんだそうだ。それが江頭さんと何の関係があるの？1997年、江頭さんはこの交流試合の前座として招待されたんだぜ。そこで彼は約3000人のトルコ人の前で、ふんどし姿となりさらにそれを脱いだ。え、脱いだ？お尻の穴にでんでん太鼓を突っ込んで逆立ちするというパフォーマンスを披露してしまったんだぜ。日本でもそこまでのことはしていないのに、よりにもよって海外でそれをやってしまったのね。実はトルコはイスラム教の国で、裸を人前にさらすことはご法度なんだぜ。当然観衆は怒り狂い、江頭さんはそのままトルコ警察に拘束されてしまったぞ。それでどうなったの？結局は大した罰則もなく、無事に日本に帰ることができたみたいだな。しかしいくら下道とはいえやりすぎだったんだぜ。現地の警察に拘束されるなんて、江頭さんもビビったでしょうね。続いて紹介するのは女優として活躍していた福田咲さんだぜ。2007年のドラマライフでの演技が評判だったわね。北野キーさん演じる主人公をいじめるグループのボス役だったみたいだな。その際の演技が怖すぎると、テレビ局にクレームが入ったほどなんだそうだ。福田さんって演技力は確かなはずなのに、最近はテレビで見ないわね。福田さん、実はかなりのわがままお嬢様気質だったみたいだな。え、そうなの？ライフで演じた役柄に、実際の性格も似ているともっぱらの噂なんだぜ。福田さんは所属事務所であるオスカーの社長のお気に入りで、そのことも福田さんの態度を増強させる原因だったんだ。そんなにお嬢様みたいな振る舞いをしていたの？撮影現場に4時間も遅刻してきたのに、一言の謝罪もなかったらしいぜ。挙句、いきなりチーズケーキが食べたいと言い出したり。うわ、やばい。マネージャーや番組関係者にぶち切れたりと、かなり天狗になっちゃってたみたいだな。しかしそんな福田さんも、主演映画が大こけし、所属事務所からも見放されてしまうんでしょ？
田さんの作品でそんなに大こけしたものってあったかしら ?2008 年に公開された桜の園という映画だ。福田さんの他に、竹井恵美さんや杏さんも出演していたみたいだな。そんなに豪華な出演陣だったのに不発だったのね。この作品が振るわなかったせいで、オスカーは福田さんを見放し、さらに若い世代の女優に目を向けるようになったんだそうだ。周りが必要以上に持ち上げちゃった感じもしないでもないわね。次に紹介するのはかつてバラエティ番組で活躍していた岡本夏樹さんだぜ。30年ほど前まではテレビに出ずっぱりだったんだ。確かに最近は見ないわね。岡本さんはもともとレースクイーンだったんだぜ。それが笑っていいともへの出演をきっかけに一気にブレイクして、タレントとしての地位を確立したんだ。過激なグラビアも披露していてハイレグ女王なんて言われていたわね。しかしそんな生活も一変し、1996年頃から新婚さんいらっしゃいなどのレギュラー番組もなくなっていったみたいだな。一体何があったの？それは岡本さんの自由奔放すぎる発言のせいなんだそうだ。誰にも聞かれていないのに番組内で枕の話題を持ち出したりしたんだ。枕とはタレントさんたちが芸能界の権力者と体の関係を持って仕事をもらうっていうやつだぜ。そういった発言が岡本さんの口からバンバン出てしまったことから、現場スタッフとの信頼関係もボロボロだったんだそうだ。そうするととても一緒に番組を続けていける状態じゃないものね。こうして岡本さんは芸能界での仕事を失ったわけね。でも現在は不動産収入で生活しているんでしょ？そうだな。所有している不動産4件は全て高級物件ばかりで、芸能界の仕事がなくても優雅な生活を送れていたみたいだぜ。あら、そういうところは堅実だったのね。次は鈴木恵美だぜ。確かモデルだったわよね。1985年生まれの鈴木恵美は、中国、上海出身の中国人なんだ。ちょっと待って、中国人なの？正確に言うと、12歳の時に日本国籍を取り日本に移り住んだらしいぜ。ちなみに日本国籍を取得する前の名前はウーツーヤンだそうだ。言われてみれば中国人に見えるわね。相変わらず霊夢は単純だな。1999年の中学2年生の時に友達が応募したミスセブンティーンオーディションを受け、ミスセブンティーンに選ばれた鈴木恵美は同誌の専属モデルとなったんだ。ふむふむ、長身で長い手足、そして子猫のように小さな顔は他のモデルと比較しても群を抜いていて、読者からずば抜けた人気を獲得したんだね。今も可愛いけど、当時から可愛いモデルだったことは覚えているわ。2004年にはセブンティーン卒業後に新創刊されたピンキーに移籍したよね。ピンキーは鈴木恵美のために創刊されたと言っても過言ではないほど、鈴木恵美がフューチャーされてた雑誌だな。10代の女性から絶大な人気を集めたわ。鈴木恵美は女優活動を並行させていたが、これは同じ事務所の後輩でモデル出身の北川景子と競わせようとしていたらしいぜ。同じ事務所で競い合わせるなんて、芸能界は怖いわね。ちなみに事務所は北村匠海や永野芽郁が所属する大手芸能事務所のスターダストプロモーションだぜ。美男美女揃いの事務所だわ。鈴木恵美は2006年にギャルサー、嫌われマツコの一生と立て続けに出演した。2007年には夕刊クラブに出演し、本格的に女優業に進出しようとしていたぜ。ところがブレイク寸前で急失速してしまったんだよね。何があったの？事務所が彼女を全力で襲うとしていた時期に、ジャニーズとの夜遊びが発覚したんだ。さらに2007年に実業家の小月圭一との交際が発覚したんだぜ。確かこの人って、悪名高き不動産会社の代表って有名じゃない？そうだな。ウィンズのボーカル立花啓太が、小月圭一による不動産詐欺の被害に遭ったことは有名だよな。おまけに小月圭一の指南によって土地の売買と株取引で30億円稼いだと報じられたんだ。鈴木恵美のイメージを崩壊させたわね。これが原因で芸能界から消えたのね。そうだな。2013年には一般人男性と交際3ヶ月というスピード婚を果たし、同年に第一子を出産。2017年には自身のブランドラウタシーを立ち上げたぜ。モデル、デザイナー、母親と三足のわらじを履きこなしているのね。次は岡本綾だぜ。1982年に東京で生まれた女優の岡本綾は、1991年の映画カゲロウで初出演し、1995年の映画学校の怪談でヒロインを演じ一躍注目されたんだ。学校の怪談シリーズは私大好きなのよね。2000年には NHK の連続テレビ小説オードリーで連続テレビドラマに初主演したぜ。NHK の連続テレビ小説といえば、トップ女優への登竜門よね。松嶋菜々子は1996年ひまわり、竹内優子は1999年アスカ、国中涼子は2001年チュラさんで、石原さとみは2003年てるてる家族よ。岡本綾はオードリーの撮影に専念するため高校を休学して臨むほど、気合が入っていたぜ。じゃあこれをきっかけにブレイクしたのかしら？それがまたこれまでの女優はブレイクしたが、岡本綾はそうはなれなかったんだ。
そんな状況の中、2006年に歌舞伎役者の中村獅童との不倫がスクープされてしまったんだぜ。2006年ってことは、中村獅童は竹内優子と結婚していた時期ね。そうだな。2006年の7月に中村獅童が信号無視及び飲酒運転で逮捕されたのを知ってるか？なんとなく覚えているわ。この時、助手席に座っていたのが岡本綾だったんだぜ。うわぁ、不倫発覚の仕方が最悪ね。中村獅童は助手席に座っていたのは一般人の女性と言っていたが、そんな嘘が通用するはずもない。二人とも世間から大バッシングを浴びたんだ。バッシングされて当然よ。しかも岡本綾は中村獅童の元カノだったらしい。竹内優子と結婚する前となる2004年に、東京ディズニーランドデートが報道されているぜ。さらに最悪ね。結婚しておきながら元カノと不倫って。この中村獅童にまつわるスキャンダルによって、岡本綾は芸能界から姿を消したと言われているぜ。現在はどうしているのかしら？オーストラリア人と結婚して子供もいるようだ。オーストラリアに住んでいるんだぜ。現地でコーディネーターの仕事をしているみたいだ。ちなみに二人の出会いは知人の紹介で、芸能界の悩みを相談した時に旦那さんが懸命にサポートしてくれたらしいぜ。オーストラリアに住んでいるってことは、復帰の可能性はなさそうね。そうだな。芸能界に未練はなさそうだぜ。次は黒沢優ね。ロックバンドソフィアのボーカリスト松岡充の奥さんよ。そうだな。家族構成も豪華だぜ。祖父が映画監督の黒沢明で、父親が黒沢プロダクション代表社長である黒沢久男、母親は歌手や女優として活躍していた林博子と、誰もが知る有名人ばかりだ。すごいわ。私もこの中に入れてほしいわ。1982年に東京都で生まれた黒沢優は、17歳の時にファッション雑誌モデルとして芸能界入りしたぜ。デビューした年には第2回ミス東京ウォーカーグランプリを受賞しているんだ。小顔だし目は大きいし鼻は高いし、可愛いもんね。2000年1月に初映画出演すると、その後は映画やドラマなどで女優としても活動した。2001年には第10回日本映画評価大賞で新人賞を受賞しているぜ。さすが黒沢一族の娘。ところが2002年1月に結婚と妊娠を発表し、世間は大騒ぎとなったんだ。そりゃそうよ。人気ロックバンドのボーカルと、人気絶頂期だった黒沢一族の娘なんだから。当時、松岡充は31歳で黒沢優は19歳だったぜ。わお、年の差カップルだったんだ。黒沢優は前々から20歳までに結婚して子供が欲しいって言ってたから、その公言通りになったってことだね。まさに有言実行だな。結婚を発表した時に、子育てと夫婦に専念するためと言って引退しているんだ。ちなみに現在は3人の母親となっているぜ。私も早く子供が欲しいわ。まずは相手を探すべきだぜ、霊夢。次は星野秋だぜ。1977年に東京都で生まれた星野秋は、高校時代にティーンズ雑誌プチセブンの専属モデルだった。友人に誘われて芸能界デビューしたんだ。その後1994年にはグラビアデビューもしているんだよね。そうだぜ。星野秋といえばグラビアアイドルとして一世を風靡したわな。2001年頃から本格的に仕事を始めているよな。元プロレスラーの冬木博道が設立した団体の月1回行われる興行のエンターテイメント部門の常連で、リング上でレスラーを相手にコスプレ姿で迫真の演技をしていた時期もあるんだ。インリンオブジョイトイを彷彿とさせるぜ。そんな星野秋は2004年後半から急激に仕事が増え、バラエティ番組の出演も増えたぜ。どうして急激に仕事が増えたの？最年長グラビアアイドルというキーワードを武器にしたんだ。なるほどね。2024年の時点で47歳だけど、20代にしか見えないって言われるぐらい美貌だから、長くグラビアでも活躍できたのかも。そうかもな。人気絶頂期の2011年には、一回り年下の三浦恒星と結婚したぜ。星野秋は若く見えるから、一回りの年齢差があるようには見えないわ。同世代でも通用しそうだよね。ところが、幸せのはずだった結婚生活は長くは続かなかったんだ。ペニオク事件のことだよね。2012年にオークション運営側から現金を受け取ってブログに虚偽の落札情報を書き込んでいたことが発覚したんだよね。そうだな。運営者が逮捕されたことで星野秋も警察から事情聴取を受けることになって、その後テレビから姿を消したってわけだ。あらら、具体的にはどんな風に関与したの？星野秋は30万円の紹介料を受け取り、高額商品を1080円で落札したとブログに記載したんだ。芸能人は影響力があるから、それを利用した詐欺ってことだな。そういうことか。ちなみに現在は年収1億円超えの泣き主である旦那のおかげで、茨城県にある豪邸に住んでいるんだって？そうだぜ。豪邸は367平米、1億円の豪邸だ。うわぁ、次元が違いすぎて想像できないわ。復帰の可能性はあるの？
2022年にファッション雑誌プチセブンの元モデルが集う、期間限定のインスタグラメートルに登場し、早く復帰してほしいですとの要望に待っててくださいねと返していたぜ。子育てが落ち着いたら復帰するかもしれないわね。そのためにインスタグラメートルの更新を頻繁に行っているのかもね。次は松本リオだぜ。1982年に青森県で生まれた松本リオは、1994年の11歳で芸能界デビューしたんだ。芸能界に憧れていたのかしら？友人と初めて訪れた原宿でスカウトされたことがきっかけらしいぜ。スカウトがきっかけっていう芸能人多いわよね。私はスカウトされたことないけど。だろうな。1995年に終わらない夏でドラマデビューすると、当時人気ドラマだったガラスの仮面や聖者の行進などにも出演していたんだ。たくさんの人気作品に出ていたのね。ドラマだけでなく当時は数多くの CM を抱え、4年間で22本の CM に起用されたんだぜ。そんな人気絶頂期だった松本リオは、中学卒業のタイミングで突然活動を休止したんだ。なんでこのタイミングで？普通の高校生活を送りたいと思っていた松本リオは、最初から所属事務所には芸能活動は中学3年間限定と伝えてあったらしい。芸能界のあるあるよな。普通の女の子に戻りたいって言いながら引退する人が多いからな。そうだね。ところが松本リオは19歳の時に芸能界復帰を果たしたんだ。実は松本リオが普通の高校生活を送っていたある日、学校に行く途中で男の人に突然小さい瓶に入った液体をかけられたんだぜ。これってまさか。とっさに松本リオは背中を向け近くの交番に逃げ込んだらしいが、制服のブレザーが真っ白になっていたんだ。つまり硫酸ね。危なかったわね。この事件によって松本リオは一般人に戻ることは不可能なんだと感じ、高校卒業後の2002年に復帰したってことだ。この時に芸名を松本リオにしたんだぜ。復帰後も映画東京フレンズやドラマエースを狙えなどに出演したり、バラエティ番組や雑誌の表紙を飾るなど幅広く活躍していたぜ。ところが再び松本リオは悪夢を経験することになったんだぜ。硫酸の次は何よ？アラブの王族に呼び出されたらしい。え？ちょっと意味がわからないわ。松本リオが20代だったある日の夜、芸能関係者の人からアラブの王族が指名してるから来てと呼び出されたんだぜ。石油の話かしら？そんなわけないだろ。そして松本リオはクラブの VIP ルームに連れて行かれると、あの一番端っこの人が一番お金持っているから、あとはよろしくねとその場に置いて行かれたらしいぜ。完全にヤバいシチュエーションよね。松本リオもそう感じ取って、すぐに非常階段から逃げたらしい。松本リオは当時のことを精神が崩壊したって語っているんだぜ。このことをきっかけに芸能界に嫌気が差し始めた松本リオは、徐々に仕事を断るようになって、芸能界から少しずつ距離を置くようになっていったんだ。そして女優業と並行しながらヨガインストラクターの資格を取得すると、スクールを開講し、2017年に個人事務所を設立したんだぜ。なるほど、徐々にフェードアウトしていったのね。国際ライセンスも取得している松本リオが開催する教室には、1800人もの参加者が集まる人気らしいぞ。すっぽ、私も参加してみようかな。ちなみに2019年に一般男性と結婚し、息子が生まれているんだ。現在は夫のふるさとである新潟県に移住し、第二の人生を歩み出しているみたいだな。じゃあ、次は誰の話をしてくれるの？まずは一茶さんの話だぜ。彼は1997年にダパンプのボーカルとしてデビューした人だ。このグループは、デビューの翌年から5年連続で紅白歌合戦に出場して、すごい人気だったぜ。ダパンプって、最近再ブレイクしたのよね？そうなんだぜ。そして2021年には、シングルドリームオンザストリートでオリコン1位も取ったぜ。オリジナルメンバーが一茶さんだけになったけど、2018年に USA というシングルで再ブレイク。あれ？でも、テレビで見たとき、知らないメンバーが増えてて驚いたわ。ああ、多くの人がそう思ったんじゃないかな。一茶さん以外のメンバーは新しいからな。でも、一茶さんって、女性関係のスキャンダルが多いって聞いたことがあるわよね？その通り、写真流出や女性関連のスキャンダルが多いことで有名なんだ。具体的には、どれくらい知りたい？やっぱり有名な相手だけでいいわ。了解だ。じゃあ、早速だけど、まずは、スピードのメンバーだった上原貴子さんとの交際があったぜ。二人って、上原貴子さんと一茶さんが映画で共演して付き合い始めたのよね？その通りだぜ。1999年の映画ドリームメーカーで共演したのがきっかけだ。ちなみに、上原さんはその時16歳で、一茶さんと半同棲してたって噂もあるんだ。16歳で半同棲、ちょっと驚きだわ。その後の彼の交際相手は？その後は、女優や歌手の柴咲コウさんだ。でも、2004年に二人は破局したんだぜ。2001年に放送されたドラマレッツゴー、永田町で共演して交際がスタート。なぜ破局したの？
破局のきっかけとして、女優の宮沢りえさんとの交際の噂が浮上したからと言われてる。だが、これはただの噂話かもしれないぜ。情報が多すぎて頭が混乱してきたわ。次は誰の話？アビル優さんだぜ。2004年に交際し、二人がディープキスしてる写真が流出したことで、同棲してるんじゃないかという話まで出てきたんだ。もうこの話、疲れてきちゃったわ。そうだよな。腹も立ってくる話だぜ。でも、一緒に頑張ろうぜ。また新しい情報があるのね。今度はどんなスクープなの？女優の伊藤美咲さんとのデート風景が2005年にスクープされたんだ。でも事務所はただの友達と完全否定したんだぜ。それだけ？そうじゃないぜ。2009年には、モデルの藤井里奈さんとのキスシーンがスクープされたんだ。一部では、これはハニートラップだったって噂もあるけど、真相は不明だよな。ハニートラップってなんだ？簡単に言うと、誘惑して何かを手に入れようとする策略だぜ。次に、モデルの福本幸子さんとの交際が話題になった。二人は結婚寸前と言われてたけど、浮気のせいで破局したらしいぜ。こんなに交際相手が多いの？その後はどうなの？2012年、AKB48 で活動してた増田由香さんが一茶のマンションを出入りする姿がスクープされたんだ。増田さんと事務所はこの報道を否定したけど、後に AKB を脱退したから、何かがあったのかもしれないぜ。じゃあ、次はオードリーの春日俊明さんについて教えてくれるの？オードリーの春日さんだぜ。それから5年後、2005年にオードリーという名前に変わってさ、春日さんは、相方の若林正康さんと2000年にナイスミドルという名前でデビューしたんだ。そして、2008年に M1 グランプリで準優勝を果たし、その時から一気に有名になったんだよな。そう。2009年には春日さんのあの有名なブースって言葉が流行語大賞にもノミネートされたのよね。そうなんだぜ。でも、ちょっとショッキングな話もあるんだ。2019年、春日さんはある生放送の番組で、一般の女性と婚約するって発表したんだ。でも、その婚約発表の直後、週刊誌に別の女性との浮気報道がスクープされたんだよ。そんな大事な発表の後に、まさかのタイミングで浮気がバレるなんて、本当にショックだわ。それで、春日さんの浮気の詳細はどうだったの？あのね、春日さんの婚約発表をした番組の収録日から、たった10日前に浮気の相手を自宅に招いていたんだぜ。そう考えると、かなりショッキングだよな。それはひどいわ。で、その浮気の相手って誰なの？浮気の相手は、テレビ局の中のカフェで働いてた一般の女性だったんだ。だから週刊誌がそれを報じたんだよ。春日さんは、ある飲み会の後、彼女を自分の家に連れ込んでいたらしいぜ。それって、春日さんの婚約相手はどう反応したの？週刊誌の報道後、春日さんは婚約相手との連絡が取れなくなっちゃったんだ。そして焦った春日さんは、彼女の家に直接行って、謝罪の意味で100万円をポストに入れたそうだぜ。でも、彼女はそれを拒否して、会いたくないと言ったらしいよ。それって、どういうことなの？彼女はお金を受け取りたくなかったの？そうなんだぜ。でも、春日さんは会ってくれるまで、ポストに100万円を入れ続けると言ったらしい。そして本当に、彼女が会うのを拒否する間、ポストに100万円が入り続けたんだよな。強引な方法だった。けど、彼の真剣さが伝わるような気もするな。それは本当に驚きだわ。お金で解決しようとするなんて、どうなのかしら。でも、春日さんの気持ちもわからなくはないわよね。それで、春日さんはお金だけじゃなくて、謝罪の手紙も入れてたの？その手紙を読んだら、彼女の気持ちが少しずつ変わったみたいだよな。それで、彼女は春日さんを家に入れて、二人は仲直りしたんだぜ。そうなると、春日さんのその時の感じはどうだったの？春日さんは結婚してくれるなら嬉しいと言いながら泣いていたらしいぜ。感情的になって、本気で反省してたんだ。あら、それは可愛いわ。彼の真剣さを感じて、彼女も許してしまったのね。そうだね。ただ、報道後はいろんな人から批判も受けてたみたいだぜ。実際、その後春日さんの必死の謝罪が効果を示して、浮気が報じられた次の月には結婚した。2020年には女の子も生まれて幸せに暮らしてるんだよな。そういうことになると、春日さんの相方、若林さんも大変だったんだろうね。確かに、若林さんも気分が良くなかったろうな。特に、浮気が発覚した後にラジオに出演した時、若林さんは春日さんにかなり厳しい説教をしてたらしいぜ。春日さんが反省して謝ってる最中、若林さんはまだ喋る権限はないと言ったんだって。それは厳しいわね。でも、相方としてはそういうことも必要なのかもしれないわよね。本当に春日さん、ガチで説教されたの？
うん、ガチで説教されてたみたいだぜ。さらに、婚約発表に向けての準備をしていたスタッフたちにも迷惑をかけちゃって、そのことをすごく後悔しているらしいよな。そうなると、春日さんの婚約相手の女性はどうやって彼のことを許せたの？実は、その女性が許した理由について、面白いことを言ってたぜ。彼女はこんな変態野郎を放っておくわけにはいかないし、私しか彼の面倒を見れないのではと感じてたみたいだからな。あら、それは意外だわ。彼女、ちょっと面白い性格をしてるのね。そうなんだぜ。春日さん、これからずっと彼女に支配されることになりそうだよな。彼女のもと、楽しい結婚生活を送ることになるのかもしれないぜ。お次は豊本明永さんね。彼って、あの有名なお笑いトリオ、東京03のメンバーだったよね。その通り、豊本さんは2003年から東京03で活動してるぜ。実は、他の二人より年下で、メンバーの中で最年少なんだ。そうだったのね。でも東京03って、キングオブコントで優勝してたような気がするわ。それでかなり有名になったんじゃない？うん、2009年にキングオブコントで優勝したぜ。さらに彼らは俳優としても活躍してるよな。そのおかげで、グループの知名度がガンガン上がって、バラエティ番組などにも多く出演するようになった。そうなんだ。特にコントの演技も素晴らしいと聞いてるわ。でも、豊本さんはプロレスが好きで、何か特別なエピソードがあったような気がするんだけど。ああ、それは2014年のことだぜ。豊本さんが出席してたプロレスのイベントで、彼と交際していた女子プロレスラーの神林明さんからプロポーズを受けて、婚約したんだ。ほほう、それはロマンチックね。でも、後になんか浮気の話があったような。うん、実際、彼らはしばらく事実婚のような関係が続いてたんだ。けど、2017年に豊本さんが女優の浜松めぐみさんと浮気をしてたことが週刊誌で報じられちゃったんだぜ。それで、豊本さんの浮気騒動について、何か特別な報道があったんだっけ？うん、実はね、二人が LINE でやり取りしていた下水会話っていうか、かなり下水内容が報道されちゃったんだぜ。下水会話？何それ？下水って、具体的にどういうことなの？そっち系の会話がたくさんあったんだ。言うのも恥ずかしいんだけど、ギリギリ発表できるレベルの内容として、例えば豊本さんがお尻だって舐めるよとか言ってたりするんだぜ。まさかのそっち系の内容だったの？そんな会話、恥ずかしくないの？だよな。実際、その内容を見て気持ち悪いと感じる人も多かったんだ。でも、浮気相手の浜松めぐみさんは、報道後に恋愛体質のせいで、それを普通の会話と思っていたと言ってたらしいぜ。普通の会話だなんて、信じられないわ。でも、そんな内容を公にするメディアもどうかと思うわよ。浜松めぐみさんって、前にも何かスキャンダルがあったよね？ああ、実は彼女、男性とのスキャンダルが多くて炎上女優とも言われてたんだぜ。多分、恥ずかしいって感じるようなステージじゃなかったのかもな。どうしてそんなことになっちゃったの？ LINE の内容って、どうやって流出したのよ？浜松めぐみさん自身が、自分の友人がその内容を暴露したって話してたらしい。彼女が友達に LINE のスクリーンショットを渡したんだとさ。え？なんでそんな内容の LINE を友人に見せるのよ？もしかして、それは本当に友人がしたことなの？その辺が怪しいんだよな。実は、報道後、おぎやはぎの二人が完全に自作自演で売名目的だろと指摘してたんだぜ。まさか、自分でわざとスキャンダルを起こすなんて、そんなことあるの？ありえるかもしれない。ただ、浜松めぐみさん自身は、それが売名目的じゃないって否定してるから、真相はよくわからないままだぜ。豊本さんは、報道された後、どう反応したの？豊本さんはお騒がせして、申し訳なかったとコメントしててね。そして、関係者やファン、友人、そして神林明さんを裏切らないようにするって言ってたぜ。そうなんだね。浮気の被害者だった神林明さんはどうだったの？神林明さんは二人で心身ともに鍛え直すと言ってたよな。だから、二人は別れなかったみたいだぜ。本当に？でも浜松めぐみさんがどう反応したのか気になるわ。浜松めぐみさんは、ブログで豊本さんの行動を批判してたんだ。完全に泥沼状態だったな。特に、子供を欲しがってたのに、どうするつもりだったのかって怒ってたようだぜ。それは大変ね。でも豊本さんたちは、最終的に結婚したの？ああ、2017年に入籍したんだ。そして、数ヶ月後には子供も生まれて、それも発表されてたぜ。そうなの。でも、やっぱり浜松めぐみさんの友人が LINE を暴露したって話、不自然だよね。本当に売名だったら、恐ろしいわよ。本当にそうだね。何が真実かはわからないけど、いろいろと複雑な話だったよな。あら、お次は大野聡さんの話なのね。大野さんは嵐の中で最年長で、リーダーやメインボーカルとして活動してたんだ。ダンスも得意で、コンサートの振り付けも担当してたよな。
そういえば、大野さんが嵐を辞めたいと言ったのが活動休止の原因だったみたいね。なんでそんなことになったのかしら？みたいだな。それで、2020年に嵐は活動休止になり、大野さんもその後、芸能活動を休止することになったんだ。大野さんは、常に完璧なアイドルとしての生活に疲れちゃって、もっと自由に生活したいって思うようになったらしいぜ。そうなんだ。彼もいろいろと大変だったんだね。彼の今後が気になるわ。そういえば大野さんはヤバい写真が流出したことがあったな。最近は見なくなったけど、女優やタレントとして活躍してた吉野君香さんと一緒に写ってたやつかしら？それも流出した写真として有名なやつだが、2008年にその写真が報じられた。その後、もっとヤバい写真というかスキャンダルが週刊誌で報じられたんだぜ。なんだか聞くのが怖いわね。その内容って何？報道された3年前となる2005年に、大野さんが複数の男女と一緒にカラオケボックスで遊んだ。その時お酒に酔っていた大野さんが一緒にいた人からダメな葉っぱをもらって吸ってしまったというものだったんだぜ。ダメな葉っぱって、完全にアウトじゃないわよ。その時、大野さんは初主演となる魔王というドラマや、嵐としての CM に出演してたんだ。さらに、翌月には24時間テレビのパーソナリティも務めることになっていたぜ。それは大変な時期だったわね。何かトラブルでもあったの？しかし、ジャニーズ事務所の力で、そのスキャンダルが大きく報道されることはなかったんだよな。あの頃、何らかの報道があったら、その仕事が全部ダメになる可能性があって、それだと数億円の損害が出るかもしれなかったんだ。それで、写真やスキャンダル情報を週刊誌に売ったのは、一緒にいた女性だったの？ああ、そう考えられてるようだぜ。実は、そういうものは所持している現場を捉えないと逮捕できないんだぜ。ただ、大野さんが本当にそのことを知っていたのか、証拠となる写真などは出てこなかったから、警察沙汰にはならなかったんだ。ほう、そんなこともあるのね。でも、嵐が活動休止となった後、大野さんに関しては心配の声もあるみたいだわ。もしかして、再び変な写真が流出して、嵐が再開できなくなる可能性もあるの？そうだね、その心配の声は確かに上がってるようだぜ。それに対しては今後の動向を見守るしかないな。嵐は解散じゃなくて、活動休止なんだよね。2021年に大野さんが知人と不動産業を始めたって話が週刊誌で出たんだ。さらに、2022年にはその二人が沖縄で大きなリゾートホテルを建てる予定だって話もあるんだぜ。それって、副業というよりも、もう本格的に事業を始めてるってことなの？嵐の活動休止中にそんな大きな動きをしてるなんて、思ってもみなかったわ。そうなんだぜ。実は、活動休止の会見で、嵐のメンバーたちは5人揃わないと嵐じゃないと何度も言ってたから。大野さんの今の動きを見ると、嵐の活動再開は結構厳しい状況かもしれないな。大野さんって、のんびりしてるイメージだったから、こんなに活発に動いてるなんてちょっとびっくりだわ。人は見かけによらないってやつだね。彼の今後の動きも気になるところだぜ。次に紹介してくれるのは誰なの？香取慎吾さんだぜ。知ってるだろ？スマップの中で最年少だった人で、2016年にスマップが解散した後もジャニーズ事務所を辞めたが、活動は続けている。そう、彼は歌手や俳優として有名だわ。でも、ちょっと前に結婚したんだよね？そうなんだぜ。2021年12月に、彼が20代の頃から交際していた一般女性と結婚したことを発表した。お相手の女性は香取さんより2歳年上だよな。そうなの？どこで出会ったのかしら？出会いの場は、歌やダンスのレッスンだったそうだ。10代の頃からの交際だから、長い関係だぜ。そうなんだね。スマップって大人気のアイドルグループだったから、交際がバレずに続けられたのは驚きだわ。でも実は、その二人の交際は昔から週刊誌で報じられていたんだ。1997年には香取さんが彼女の住むマンションに週1回通っていた。他にも、香取さんの家族とハワイ旅行に彼女も参加していたとか、二人が横浜市に家を買って同棲しているとかの情報も出てたぜ。そうなの？でもその女性、ホステスだったって聞いたことがあるわ。その時点で、彼女はもうホステスじゃなかったんだ。香取さんの両親が経営していた雑貨屋で働いていたこともあるってさ。へえ、それなら、家族公認で交際していたんだね。2005年の二人について何か新しい情報はあるの？2005年には、二人が六本木のマンションに引っ越したこと、渋谷のイタリアンレストランで二人が食事をしている姿が週刊誌で報じられていたぜ。それ以降の情報はあるの？その後しばらく、二人に関する報道はなくなったんだ。でも、2012年に二人がフランス旅行をしているとの報道があった。ジャニーズ事務所は、その時交際について何と言っていたの？ジャニーズ事務所は、交際についての報道を否定していたようだぜ。
でも、2016年にハワイで少年と一緒の香取さんの写真がツイッターに投稿された。それに対してジャニーズ事務所は結婚の意向はない、その少年は友人の子供とコメントしていたな。でも、香取さんとその少年が一緒に見られることは多かったの？そうなんだぜ。その時、香取さんは特定のジェスチャーをして答えていたという話もあるんだ。香取さんとその少年が一緒にいる姿が何度か目撃されていて、実際に香取さんに息子さんがいるの？と聞いた人もいたらしい。それなら隠し子がいるという噂があるんだわね。香取さんに隠し子がいるっていうのは、どうなの？香取さんはテレビで、その子供が隠し子ではなくて、ただの友達の子供だってはっきりと否定していたぜ。でも、ネットの声としてはどうなの？ネット上では、もし子供がいるのなら公表しても良いんじゃないかという意見もあったよ。でも、真相は誰にもわからないみたいなものだぜ。そんな噂があっても、香取さんのイメージには大きな影響はないの？そうなんだぜ。多くの人は香取さんに対して悪い印象を持ってない。アイドルでありながら長く一人の女性と交際していたことに対して、むしろ好印象を持ってる人が多いみたいだ。ジャニーズ事務所を辞めた後の香取さんはどうだったの？ジャニーズ事務所を辞めてから、香取さんは落ち着いた時期に結婚したみたいだ。もしかすると、交際を続けるために色々と苦労してきたのかもしれないな。次は石原まり子さんだ。石原まり子って誰？有名な人なの？1980年にスカウトされて芸能界デビューしてな、プッツン女優として有名になったぞ。プッツンでも綺麗な人ね。田園調布生まれで精神女子学院を初等科から高等科まで通い、英語も堪能だぜ。そんなスーパーお嬢様なんだ。こういう人も世の中にいるのが驚きだわ。お嬢様ならではというか、不思議で破天荒な言動で人気があったんだ。でもそういうスタンスがプッツンと言われる理由にもなったぜ。女優としてはどうだったのかしら？実写版メゾン一国で乙女京子役を演じ、テレビドラマ不揃いのリンゴたちでもヒロインを演じたんだ。人気はかなりあったんでしょ？独特な雰囲気があって、ミステリアスな役があってたぜ。でも女優業よりスキャンダルの方が有名だと思う人も多いんだ。どんなスキャンダル？19歳の時に安全地帯の玉木浩二さんとの関係をスクープされたんだ。当時玉木さん結婚してたよね。いろいろあって石原さんと玉木さんはすぐ別れたぞ。うまくいくわけないじゃない。不倫は不毛よ。それから1989年にアメリカの大学に留学し、心理学と天文学を学び卒業したぜ。ちゃんと卒業してるのが偉いわ。そして1993年に芸名を石原まりに変更し、活動を再開したんだ。じゃあ、日本の芸能界に復帰したのね。それから2006年まで日本で女優の仕事があれば帰国して、それ以外はアメリカでバイトという生活をしていたぞ。2003年にはアメリカ人男性と結婚するが、2004年には別れているんだ。2006年に芸名を石原まり子に戻し、本格的に復帰し自伝も発表したぞ。こんな荒々しい人生、絶対書くべきよね。ところがこの自伝では、1980年代に石原さんが体験した芸能界の恋愛事情がベッドの中でのことも含めて、山のように書かれていたんだぜ。関係者は真っ青でしょうね。しかも日本人女性で初めて外国特派員協会で、すべて英語のスピーチを45分も行ったんだ。どういうこと？スピーチの内容が知りたいわ。出版までの経緯や自分にまつわる報道に反論しなかったことなど、暴露するように話したんだ。黙らされていたことを言いたかったんだね。この自伝に関してはその後のインタビューで販売部数を伸ばすために、ベッドの中の事情を不本意に書き足しされたと石原さんは語っているぞ。2009年に23年前には別れた元彼、玉木浩二さんと復縁するぜ。破天荒ね。ギリシャで結婚式を挙げたり、世界一周を新婚旅行にもしていたぜ。もしかして玉木さんも破天荒なのかしら？しかし途中の韓国で喧嘩が起こり、玉木さんは石原さんを置き去りにして帰国したぜ。この人たち、自由すぎるんじゃない？こうして石原さんはメディアから消えていったというわけだ。今はどうしてるのかしら？2017年にお腹が空いたからという理由でスーパーで万引きを働き、逮捕されそうになったぜ。かつては田園調布のお嬢様だったのに。あとは SNS での発言やブログでのヤバすぎる内容がたまに話題になっているぞ。芸能界から消えてもまだまだ心配な人ね。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。この動画が面白かったと思われた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。